皆さんこんこにちは今回は「グラスホッパー」という名前は聞いたことがあるけれど結局よくわからなかった少し使おうとしたけれど難しそうで諦めてしまったという方向けに改めて「グラスホッパー」とはどんなソフトかどんなことができるかということについてお話ししたいと思います。グラスホッパーは一言で言うと 3D モデリングソフトのライノセラス上で動作するプログラミングツールです。 ライノ6以降、標準機能となったので、ライノのライセンスをお持ちの方であれば、どなたでもすぐに使用できます。実現できることとしては、皆さん、キーワードはいろいろと耳にしたことがあるかもしれませんが、例えばこのようなものがあります。パラメトリックモデリングや、コンピュテーショナルデザイン、計算や解析、自動化などと書かれていますが、できることがありすぎるがゆえに、逆に何のソフトかがわかりにくくなっている、という側面もあるかと思います。 少し大げさな言い方ですが、使い方次第で、三次元モデリングに関する、プログラムを使ってできる、あらゆることが実現可能、と思っていただいても、過言ではないと思います。ライノを使っていて、この作業はもっと楽にならないかな、この複雑な形状はどうやって作るんだろう、というような課題を感じたら、それらはグラスホッパーで解決できる可能性があります。そもそも、ライノセラストは、 という方のためにご紹介すると、ライノセラス、通称ライノは、曲面や複雑形状にも強く、自由度の高い、高精度な 3D サーフェスモデリングツールです。形があるものなら、ジュエリー、工業製品、家具、家電、ファッション、乗り物、建築物、ランドスケープなど、スケールを問わず、モデリングの対象になります。この表現力に優れるライノに、グラスホッパーのプログラミングの力を掛け合わせることで、 デザインの幅は飛躍的に広がります。ただ、プログラミングと聞くと難しそうと思われるかもしれませんが、グラスホッパーで扱う言語はビジュアルプログラミング言語と呼ばれるもので、一般のいわゆるプログラミングに比べ学習コストが低いと言われています。このビジュアルプログラミングは近年ではプログラミング教育にも採用されている方法で、コンポーネントやノード、 と呼ばれるプログラムの部品を線でつなぐという直感的な操作でプログラムが作れるのでプログラミング未経験者でも比較的扱いやすいものとなっています。グラスホッパーではこのようにそれぞれの機能を持ったコンポーネントを線でつなぐと結果がリアルタイムにプレビューできます。ライノのオブジェクトと連携させることもできるので比較検討に便利です。コンポーネントには ライノのコマンドと類似したものも多くあるので、ライノの経験者であれば特に馴染みやすいと思います。では実際の例で、グラスホッパーでのモデリングの流れや考え方を見てみましょう。ドアハンドルを例にします。ライノで操作する場合ですと、こちらに書かれているコマンドで作成できるような形状です。シンプルな形状ではありますが、実際にデザインをする上では考えないといけないことはいろいろとあります。例えば、 土台部分のサイズはどうするか、丸みはどれくらいつけるか、ハンドルの形状はどのような形が良いか、全体サイズが問題ないかなどです。このような場合に、グラスホッパーによるパラメータを利用したモデリングが活躍します。必要な条件と手順を整理します。それぞれの条件や操作手順をグラスホッパーのコンポーネントに置き換えてみると、例えばこのようになります。後から変更できるように、 サイズや丸みはナンバースライダーというコンポーネント。持ち手の形状はライノで作成したカーブを読み込めるようにします。寸法を表示するようなコンポーネントも用意されています。形状を作成するコンポーネントはコマンドに応じたものを選びます。その他にも一部方向を指定するためのコンポーネントやプレビューに関するコンポーネントも必要ですが、これらを組み合わせると例えばこのようになります。 このような答えを導くために必要な手順をアルゴリズムと呼びます。コンポーネントを配置したり、線をつなぐなどの詳細な操作方法については割愛しますが、ライノでコマンドを適用していく流れでコンポーネントをつないでいくようなイメージです。実際に動作を見てみましょう。上がグラスホッパーのエディタ画面、下がライノのビューです。サイズや丸みは後から変更できるようにしたので、 スライダーを動かすと結果に反映されます。スライダーはドラッグドロップで操作でき、指定した数値でリアルタイムにプレビューが可能です。ここでは土台の直径と厚み、角の R、表面の丸み、をそれぞれパラメータで制御できるようにしています。ハンドルの断面形状やレール形状もライノ状に用意したものを読み込んで変更可能です。カーブのパラメータのメニューからセットワンカーブ、 を実行して、ビュー上のカーブをクリックすると、カーブが読み込めます。このように、すべてグラスホッパーで完結させるだけではなく、カーブを作成するような直感的な操作はライノで行って、その後の処理だけをグラスホッパーで行う、というような使い方もできます。もちろん、カーブを作成する工程も、グラスホッパーで行うことも可能です。 サイズ変更に合わせて寸法表示もリアルタイムに確認できます。他にもさらにコンポーネントを追加して機能を拡張していくことで、例えば出来上がった形状に有機的なテクスチャーパターンをつけたり、作成した形状の解析やテキスト情報の抽出、他のソフトとの連携なども可能になります。グラスホッパーは 最初はアルゴリズムを作るのに時間はかかってしまうかもしれませんが、一度作ってしまえば、過去に作った手順や考え方が目に見える形で再利用できます。つまり、作れば作るほど、慣れれば慣れるほどできることが増え、そのために必要な時間も飛躍的に短縮されます。ライノのだけで作った形状と違い、手順が明確に残るので、他の人との共有も容易です。無償で配布されている 他の人が作ったファイルを参考にしたり、プラグインソフトを使ってみることも有効でしょう。独学では難しい方や、効率重視の方には、レベルに応じて、トレーニングや優勝サポートもご用意していますので、ぜひ、チャレンジしてみてください。